ヘラクレスグラフィックスカード。ヘラクレスグラフィックスカードは、1980年代、中頃のハーアキリーズコンピューターテクノロジーによる PC、AT 用グラフィックスコントローラであり、当時、IBM 純正品ではないにもかかわらず、標準的な地位を占めていた。MDA 用モニターがそのまま利用できる。コントローラは、 MDA や CGA 同様モトローラ MC6845 を用いている。HGC は 720X348 のモノクロ表示をサポートし、特にスプレッドシートの利用者に愛用された。HGC は他の IBM 標準のディスプレイアダプタと異なるアドレスを用いるため共存が可能で2画面を同時使用できる。そのため、 カナダドルやプログラムのデバッグの時にも重宝されていた。なお、X フリー86の 2X 世代でマルチディスプレイをサポートしていたのは VGA 系と HGC の組み合わせのみであったのもこの伝統からであろう。IBM の MDA と同じように HGC はパラレルプリンタポートとビデオ出力端子の両方を搭載していた。 テキストモードは 80X25 字を表示でき、MDA と互換性があった。文字は 7X11 ピクセルフォントを使用して 9X14 ピクセルのボックスで描画した。これにより CGA よりも鮮明なテキストを表示することができた。このテキストモードの理論的な合計解像度は 720X350 ピクセルであった。グラフィックモードはすべてのピクセルを アドレス割り当てできるようにしている。技術的な理由により、画面の高さが4の倍数を取る必要があったため、720x350 ではなく 720x348 ピクセルに変換される。ピクセル重要比は1、1.55。ありがとうございます。